155パウンス北斗晶レフェリーボブ矢沢、うん、さあいよいよ武道館情熱伝も佳境に入ってきました。本日のセミファイナルオールパシフィック選手権試合、武道館ワンデイブルース仁義なきを着てチャンピオン北斗晶対チャレンジャー LLPW 風間るみのシングルマッチということになりました。斉藤さん、はい、いよいよ佳境に入ってきましたけれども、クライマックスその1って感じですね、はい、60分一本勝負。そしてこの、放送席にはおっといきなり突っかけていった、おっと顔面に蹴り、放送席なんですけれども南鈴鹿選手に、お越しいただきました。よろしくお願いします。楽しみでしょうこの試合。楽しみです。どんなとこ焦点に見ますか南さんは。私は結構北斗を怪我してますけど、はい、一気に鈴鹿の勝つなと思うんですけど、はい、一気にいく、はい、短期決戦を狙っているということで、はい、何のかの言っても力量の差ははっきりしてますよね。はっきり決まってますね、ですからそれこそ小山選手はそれこそ捨て身でかかるという方向じゃないですか、うん、まあ、今のね顔面への容赦ない先制攻撃もね、そのそういった気持ちの表れなんでしょうか。おっと北斗、先ほどの顔面への蹴りが北斗のハートに火をつけてしまったんでしょうか。2連発。さあ風間、おっと右足で背中を思いっきり蹴っていった、まあ、風間の場合は、まあ、選手権団体の社長でもあるわけですからね。この辺り威信をかけて団体の看板をかけての戦いということになるわけであります。今の回し蹴りで、まあ、浅いって感じはしましたけどね。ちょっと浅かったですね。風間選手が北斗選手をですね、はい、怒らせるまでガンガンいったらこれは面白くなると思いますよ。おっとキングウィング、何かしきりにこう風間を挑発しながらね関節技をかけているわけですけれども、この辺りも北斗らしい。まあそれにしてもこの2人これまでのまあ大絶戦といいましょうかね。そうですよね、北斗派のやりというような、本当にファンの皆さんもですねご存知の通りすごいものがあったわけなんですけれども、まあ、しかしあれだけのことを言ってね、はい、現実にこうファンの期待度に応えるこの北斗という選手はやっぱりすごいですよね。まあこれもわかんないですけど、魔物のようなレスラーなんじゃないですか。さあしてバックを取ってバックドロップ、あすごい、あと腰を痛めている風間、ちょっと今の攻めはきつかった。あの南選手、はい、バックドロップもらっても腰にデッていう場合は来ますね、はい、肩甲骨で落ちるっていう場合もありますし、やっぱり響いてきちゃうって感じですか。はい、詰まっちゃうって感じ。詰まっちゃう、はい、なるほど。でも北斗もこれ痛み止めの注射を打って出場してるんですよ、はい、試合に。膝ですか。膝じゃなくて腰の方も悪いんで。腰ですか。腰です。安心そうですね。いや膝もいつ抜けてもおかしくないという状況ですよね。体は実はそんな大きい方じゃないですもんね。大きい方じゃないですね。僕は現状の中でもかなり、ウェイトは低い方ですね。はい、それでもリング上でこれだけのね存在感というかカリスマ性、本当に大きく見える選手なんで、実際の体重とかね聞いちゃうとびっくりしたんですけれども、そうなんですよね。でも一発一発の技にキレがあるんで、動きはシャープですよね、はい、すごいですね。さあ串刺しのラリアット、おっとこれは風間返していって、試合前は散々ですね口の攻撃で風間コケにされてきた分を試合でその顎を砕いてやるというふうにね言っていたわけなんですけれども、果たしてそれが今の攻撃者フォールはちょっとって感じがしますけどね、はい、そしてバックを取って、あとジャーマンに行こうというところをうまく切り返していって、さあ足を取って、これは自分の足をうまく挟んで膝への攻撃ということでしょうね。さあやはり、いつ抜けてもおかしくないというちょっと北斗の膝かなり悪いんで、この攻撃は苦しい。やっぱり風間選手は、それでも膝を攻めるとかそういう攻撃でいいんじゃないですか、ね、もうそれしかないでしょう。これは
北斗やられながらもね、視線でこう風間の方を睨んでいたわけですが、ちょっとこの脇固めももう一つ完全には入ってない。いや、これはいい方じゃないですか。南選手どうですか。はい、はい、まあ、ポジション的にはね、はい、今度は逆に足を取って、いや、それにしてもあの思ったほど立ち上がり比較的こう静かな展開からなんて思ったりもするんですけれども、それは北斗選手が思ったほどいきなり喧嘩仕掛けなかったということじゃないですか。どうでしょう。そうですね、それにしても北斗がなんか相手にしてないなって、相手にしてないなっていうか、そんなに今攻められてる北斗を見てもやはりそうですね、もっと余裕かましてますか。はい、まだまだ、まあ、もちろん試合も序盤戦ですけれども、これはリング中央、まあ、リング中央であれだけかっちりとね、痛めている膝をアキレス腱で固められてもまだ余裕を感じるというのはね、はい、うん、風間の髪の毛を掴んで今度は張り手合戦だ。おっと、連発連発、そろそろ北斗も熱くなってくる頃なんでしょうか。まだまだまだやっぱり相手にしないというか、なんかこれから熱くならせたら風間もいい試合になるかな。そうですね、北斗を熱くさせなきゃ意味ないんじゃないですか。このまま試合が終わってはやはり、あっと、そして場外、あっと痛めている膝を容赦なく蹴っていく風間、もうおそらくこの風間の勝機はここにしかないでしょう。的を狙ってますね。はい、うん、そうですね、はい、うん、これは差し棒の北斗というのもかなり厳しい、まあ、これしかないわけでしょ。そうですね、ノンドリ打って本部席の方に流れ落ちていく。勝つためにはやっぱり北斗の蹴らせるところを狙わないと、はい、まあ、でもなんかこう表情見てるとまだまだあれです、本当にやっぱ余裕かもしれない、余裕の表情と言いましょうかね。そんな感じがするわけでありますが、まあ、もちろん風間の蹴りを、受けるのもね初めてということなんで、まあ、あのぐらいの蹴りかなというふうに、まあ、タイトルマッチっていうね、タイトルマッチっていうのはあるかもしれないですけれども、風間選手はあんまりこうやってよそ行きのプロレスやっちゃダメだと思いますよ。もっとガンガンもうバカになりきって攻めてこないと。そうですか、試合にならないっていうぐらいですからね。さあ北斗ゆっくりとエプロンで間合いを取って、ちょっと左足を引きずっていますが、おっとハイキック、痛めていない方の右足で顔面を容赦ないキック、これは喧嘩キックですか。新日本プロレスの蝶野を思わせるような強烈な喧嘩キック、最近よくこれやってますよね、やってますね、テロップを利して、この間のおっとラリアートかわしてバックから綺麗な弧を描いたジャーマンスープレックス、しかしまだまだという感じの北斗、まあ、いきなりジャーマンですからね、その前がなかったですからちょっと惜しかったですね。もう一つ風間の攻め、あのつながりがねあんまりない感じが、おっと今のはボディープレスかを狙ったんでしょうが、自ら痛めている膝をあてがっていった北斗、あっと風間選手はああやって外していくと考えたらいいんじゃないですか。ああそうですか、技の数ではもうあまりにも差がありますからね。そうですね、レパートリーが違いすぎますって感じでしょう。はい、ちょっと今脇腹を押さえたような仕草をしている、今チャンスですよ、あのですよね、はい、そうですね、一気に行かなきゃいけないですね。あ、そしてタイガースープレックス、高さはあったんですがちょっとスピードがなかったか、カウントは2、さあどんどん行かなければいけない風間、うん、立ってって蹴ってってなんか、うん、そうですね、ボンボン行かないと、畳みかけなきゃ、これはまだまだ北斗余力を残していますからね。あ、畳みかけなければいけない風間、北斗にこんなに時間を空けちゃったらダメなんですよ、そうでしょ、もっと早くボンボン行かないと。さあゆっくりとニールキック多分あるんだと思うんですね、ここから起きるのを待っているのか、北斗が起き上がるのを待っているのか、ね、
さあ、ニールキック決まったは決まったですね。はい、これは的確にヒットした。カウントはカウント2で跳ね返していった。まあ、北斗まだまだこう、なんていうんでしょうか、爪を隠しているというか、全くこの北斗その本性を表そうとしていないような、そんな感じさえします。風間の技を受けて受けて、こういった戦法なんでしょうか。さあ、そして場外トップラン、あっとコーナー最上段から、しかしこれはうまく、そして得意の、おっとこの余裕、飛べコンギロー、なんかあれですね、コーナーに上がるスピードから、飛ぶスピードから全然違ったですね。同じことをやっても全く、まあ、もちろん技が違うんですが、コーナーに上がる、今まで、ね、倒れてたのに、もうあんだけ観客にアピールする余裕がね、まだまだありますからね。さあ、風間はまだまだ起き上がってこない。今のトペコンヒーロー、まともに食らってはちょっとダメージが残っているのか。さあ、北斗もうそろそろ決めようかという、おっと危ない、今のはキックで、はい、キックで返していったんですね。キックで返していったんですね。はい、あのとっても風間選手いい動きだったですね。研究してきたんでしょうね、当然、まあ、あれを食らってしまってはもうおしまいといって、一貫のおしまい。あっと、これを相手のスピンキックを受けて、そのままバックホールド、危ない、おっと危ない。まあ、おっと今の北斗の表情どうですか。まだなんか普通だったです ね、こうなんか、なんと無機質な表情、なんかあまりにも普通すぎて怖いというね、見せていましたけれども、どういうことなのか。アップとうまく丸めて、カウントはカウント2。今のもね、最近多用するあの、ね、サイドからのタイガードライバーだったんですけれども、これもうまく切り返していった風間。さあ、沖野と一声かけてミサイルキックか、おっと今のは下から足を、ね、キックを蹴り上げたんですね、返していった。いや、風間今ここで休んでいる気はありません。今本当に一世一代のチャンスですからね、一気に畳みかけないと、どんどんちょっと風間に勝機はありません。休んでいる暇はないぞ風間、おいおいって感じですけどね。もっとね、ガンガンいかないと。北斗はこれもう風間が起きてくるの待ってる感じですからね。さあ、そしてうまくエルボーを入れていって、おっと足を取って、あ、痛めている、痛めている膝を、これはいいですね。はい、でもローズに近いような裏空きですか。まあ、おっと膝十字の体勢で、あ、かなり痛そうですねこれはね。あ、これはおっとちょっと北斗が痛そうだ、北斗がちょっと痛そうだぞ。あ、これはちょっと北斗の表情にも余裕が薄れてきたか。あ、さすがに膝を攻められるとちょっと危なかった北斗。この後ですよね、風間はね、何があるのか。そうですね、この後何があるのか、決めですよね。はい、さあ、髪の毛をつかんだ北斗の膝がちょっと心配だが、おっとエルボー一発入れて、あっとサイドから持っていって、サイドからのバイガードライバー、カウント2、社長の意地か LLPW。 風間なんとか返していった、カウント2。あっと、しかしちょっと北斗の方も膝を引きずっているが、さあ、コーナー最上段から、しかしやっぱりまだまだですね。これはそんなに効いてるんですかね。いや、ここまで観客にアピールして、あー、すごい、すごい、いや、逆のコーナーまで吹っ飛んでいきました。風間の体カウントアップ、もうこれでフィニッシュになってもおかしくないようなね、強烈なヒットでしたね今のは。随分飛んだ感じで、風間の方が2回転してしまいました。強烈なキック、風間
もんどり打って倒れていったという感じです。さあ今度は北斗、あっと殿下の宝刀が出るのか、しかしうまく入ったよ、だるま式だ、だるま式のジャーマンスープレックスサプライズ、一瞬気を抜くとこういったジャーマン系、ただあんまり風間選手のジャーマン系投げ切ったっていう感じじゃないんですよね。ゆっくりとね、こう描いてっていう感じのタイプですからね。おっとパワーボムだ、大技に連発、しかし北斗はまだ、まあ返し方を見てまだ余裕があるかなという感じがいたします。さあそろそろ風間の方は手が詰まってきたが、手詰まり状態にならなければいいんですけれども、風間の場合ははい、手数出していくしかないんじゃないですか。いやこう 今起き上がって、先に起き上がって蹴り倒していかないと、もっとスッと立ち上がって蹴って蹴って蹴りまくるとかね、ですよね、なんかしてほしいですね。北斗はこれまだ風間の様子を伺っているような状況ですからね。あっとリバース、危ない、今の技はえげつない技でしたけども、いやすごいですね。南さん、今の技は最近北斗が開発した、そうですね、それを横か後ろ気味に投げるやつですね。そう、ドラゴンスリーパーのような形で相手の首を抱えてそのまま後方に投げるといった技でしたけど、はい、あと、もういい加減決めてやろうじゃないかと、そんな感じの登山ライトボム、これは返せないでしょう。なんか遊んでますね、手のひら遊んでるっていうかね、はい、手のひらの上で転がしたと、転がしたと、いやーやっぱりあまりにも力の差がありすぎたっていうことじゃないですか。しょうがないですよね、それはね、しょうがないですね。あのやっぱりレスラーですから格はあるかもしれないけど、風間選手、はい、やっぱり北斗選手とは全く戦えてなかったっていうのは、はい、それしょうがないですよね、はい、まあファンとしてもうちょっとこうがむしゃらなファイト、うん、まあ、団体の社長という立場上のこともあるのかもしれませんけれどもね、がむしゃらなファイト期待してたんじゃないかなという気がするんですが、はい、南さんどう見てましたか。そうですね、やっぱりあんだけのことを言ったんで、はい、北斗の顎を砕くような蹴りをもっと見せてほしかったですね、はい、そうですね、はい、まあちょっと北斗としても逆にこれは不完全燃焼だったのかもしれません。あ、どうでしょう、北斗がマイクを掴むのか。ということだったんですけれども、斉藤さん、はい、北斗からそうですね、今のコンディションだったら、うん、タイトルマッチを、まあ、自分は行う資格ないということで、特にまあノンタイトルで今日はこのところにぶつかろうということですね。ノンタイトルなんですね、はい、そうですね。さあ、メイエメント、いきなりカゼコンヒーロー来ましたね。もう一回いきますか。さあ、ついたクアアピール、うん、何かこの頭膝をついてね、風広志のようなスタイルで観客にアピールして、さあ、何枚ミサイルキックか、ミサイルキックか、とても膝を怪我しているとは思いません。本日、さあ、ちょっと許可を受けましたけれども、メインイベントのゲストはクリス様、クリス様、よろしくお願いします。ホットからのミックマスク、はい、ホットからね、今回自体の発言がありましたけれども、クリス様のそうですね、もう本当手術してまだ2週間ぐらいかかってないんじゃないですか。だからもう、それでも今回は、とりあえずベルトの戦いはなしにして、はい、ロンタイトルでやってみよう。また次、見てもやるってことですよね。僕も辞退しちゃったんで、やらないんですか。まあ、それは触れませんでしたし、うん、今日のところはこういう回答で十分じゃないから、うん、っていうような話がありましたね、うん。まあ、それにしても3ヶ月というね、診断、まあ、経ってもリングが厳しいからというふうに言われているそうなんですけども、わずかね、何週間、2週間で、もう
半月板半分ぐらい取っちゃいましたからね。もう出っ張っちゃったんですよ。本当はもう綺麗に掃除だけしようと思ったのがもう完全にもう出ちゃったんで、それ切って外しちゃったんで、お皿と骨とか全部噛み合わなっちゃったんですよ。はい、でそのなんていうのかな、剥がれた半月板が神経に触ってもう落ちもなく痛かったんですよ。それを綺麗にそれだけ取っちゃおうと思ったらもう出ちゃってて、それで他の反対側の足の十字靭帯も切れてて、で背骨が2本折れてたんですよ。だから全部多分調べたらもっと詳しいと思うんだけど、一応まだ今それだけ分かってるみたいなんですよね。真実多いとは言いますけれども、それこそ真実今日のところはどうすればいいんでしょう。まあノンタイトルになったんですけども、まあ、ここもう立ってるだけでも多分辛いと思うんで、いつも普通の姿、ね、痛み止め飲んでるみたいなんで、そうですね、今もう入場する前からすごいでしたからね。そういいですよね、今ね、なんだろう、ちゃんと下の試合上がるからね、お客さんもう待ちに待ったって感じですよね。また、なんていうんでしょうね、その北斗選手が醸し出すムードっていうのにみんな乗っちゃってるんですよね。全然北斗自身も本当ギリギリのところで戦ってるから、それがお客さんに分かってるんですよね。だからなんかこの人一瞬のスーパースターって感じがするんですよね。そんなにずっと長くスーパーのメイントーンじゃなくて、パッと光ってパッと放つようとかもしれないし、なんか言うなんですけど、ずっと長く、そんなに一番じゃなくても長くいる人と、ずっと一番でパッと散る人と、ざっとやるなんか爆発して、なんか粉々になって散ってしまいそうな感じがする。もうギリギリのところで最後まで戦って、本当にそのほうが北斗らしいと思いますけどね。ファンのね、欲求が一番残ってた。そうですね、ここまでやっちゃったら忘れ出して忘れられないんですよ。普通にタイトル歴とかね、そういったものでは足りない部分でね、強固な北斗ってね、そういったものが言われてましたけど、だから絶対にこのファイトってのは忘れられないですよね。記録には残らなくても記憶に残る選手ですよね。非常にね、そうですね。また今日のアジャの水着も本当ベルト前でしたけどすごいもう似合っててシンプルでしたね今日。いいなとか思ったんですけどね。ちょっと見えないんだ、うん、でもまあこの2人がシングルでやるってこと自体今非常に意味があるっていうかね、はい、本当にアジャ本人に聞いてもね、タッグで当たったのもこれ地方でもほとんど記憶ないって言ってましたね最近は、まあ、1年か2年はやってない。ただまあ膝のことをね、北斗膝がかなり悪いということは、まあ、知ってる方にしてるんですけれども、まあ、北斗という選手ですからね、まあ、選手が来ましたけど、もう膝に座っちゃったわけね。そうですよね、でもリング上がっちゃったんだからやられてる当然ですよね。当然ですよね、そうですよね。まあこれがある意味で愛情表現なのかもしれませんけど、だったらこれもそうなんですよね。逆に遠慮してたらね、ポップの強いですからね。今みたいなところがアジアって意外なテクニシャルなんですよね。強いだそうだね。そうですね。人間ってさ、でもこれなんですね。膝の前から膝がそこまで行って反対側の膝が小さいなって。試合を終えたらまた少しは北斗選手休めるんですよね。寝ないで選手のことこれはもう、でも、まあ、今日試合前ね、山本代表がね、左ルーキーが北斗にうちの技を一つ使ってくれっていう話をしてましたけど、またそういった展開もね、今正直言ってもらう対抗戦ブームというかオールスターの流れっていうのも北斗が軸になっていると言っても過言ではないわけでしょう。そうですね、これまた JWP が絡んできてますます、これは北斗中心にね回っていくなという。今までずっとカンドリーカンドリーだったんで、そうですね、まあ、もちろん本人もねやっぱりカンドリーとある程度
地面を見る。うわー、すごい。セミナーテーブルに行ってましたけれども、はい、今のようにですね、勝っても、勝っても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 勝っそれも折れてる背骨の細い骨が2本折れたんですよね。うわぁ、すごいですね。そんなことがまさに状況で多分本当って多分先生の 痛さも強いと思うんですけど、はい、その痛さが多分慣れちゃって、もう今これが普通の状態になっちゃってるんですよね。でもこれって先生は信じられないないでしょう。でも、はい、それ危ないですよね。やめてくれとこう避けたく、リングがずれますからね、これ。そうですね。で足早いんですよね。足早いんですよ、走ってくるときはね。うわぁ、うわぁ、強烈あばら。北斗選手は、ね、体がどんなに悪くても割とアジア選手の方はじっくりレッスンでやろうとしてますね。特別な試合ですからね、やっぱり。ああ、こそまた逆にも普通の波のレスラーではもうこれでギブアップでしょう。そうですよね。ああ、上がっちゃって、下に上がって頑張っちゃうんですよね。うん、そうですか。うん、あのベルト巻くために今日は上がったんですね。あの他になんか模様が入ってるじゃないですか。普通今日は全部赤ですもんね。あの緑のスイカとかですね。京子とお揃いのやつとかね。青のあの朝ってすごい正月なんですよ。水着なんですよ。意外と気付けてますよね。おしゃれなんですよ。ちゃんとアジャマーラーのねバリエーションつけてくれたり。ここに高橋の字ですね。このスタイルで色々違いがまたいいんですよね。白黒のやつもいいですね。黄色もいいですね。全部見えないですね。撮ってるんですよね。張り付くような質さって感じじゃないですか。パンパンのね。だって北斗選手割と細いでしょ。細いですね。このスタイル無駄なもんが全くついてないですから、かっこいいですよね。あ、おっと張り付いた。うん、ね、こうか置いてるアジャ。でもシューズは本当に痛いんですよ。そうですか。そこがね、太い。あー、その左手のフリッチができる。いや、苦しいんじゃないですか、そこ力は本当に。アジャ、リバルとザーマン持ってきましたよ。全体重かかってるもんね。ブルーさんもしていいかと。これすごいの。これも重そうですね。落ちる衝撃よりも上から乗っかってくるもんの方がすごいですね。ああ、裏剣ですかね。さあ裏剣が来るぞ。はい、避けてくれ。アジアも結構溜めてくる選手ですね。おっ、今さばきました。あー、これがどうだめか。
ですか、はい、そうですね、右肩を潰していこうと、捕まえて関節っていうのはいい方法じゃないですか、今日は。あっと、もう一回分かるか、特にフットワークはないですもんね、今日は。ホークのことは大事なホークですから、
臆病だったっていうのがありますけども、今はあんまりいかなくて、はい、預けられちゃいましたよね。見事に投げ切ったってことなんでね、申し上げましたし、中央で朝に決めてほしいです。しないでもないんですけれども、この会場だ。アジャも初体験でしたね。あの猛天から落とされたなんていうのは。体を預けていったショット。やはりウエイトさ。この仕方もあります。おお。なんかボディスラムのような頭から落とすような、あの新しい投げ方でしたね。ドライバー系のね、新しい投げ方でした。あーこれを食らってはもう終わりでしょ。今リングドクター慌ててリング内駆け込みましたけれども、北斗晶もう ほとんど試合ができる状況ではなかったこの体で、まあ最後は玉砕しましたけれどもね、20分近い攻防どうでしたか、ブルさん。はい、もう見てるだけでも痛かったですね。そうですよね、万全の体調だったら大一番だったんですけどね、はい、両選手がね、やっぱり、はい、でもまあ今日はリングに上がった北斗選手の心意気ってとこだけじゃないですか。今日のマイクでのやり取りが行われている横浜文化体育館、そしてリング内を見つめると北斗晶を中心点に尾崎が左回りビンタを一発張っていく、バックを取ってジャーマンスープレックスホールド、60分一本勝負、トリプルメインイベント第1試合、北斗が仁王立ちの感じ、相手の尾崎真由美の技を思いっきり自分のどてっぱらで、そして顔面で受けて来いこの野郎という奇声を発している北斗晶、ニュートラルコーナーに叩きつけるような感じでそのまま後方に投げを打っていく、早い展開になりそうだ。パイルドライバーをスイングして放っていった北斗晶、一方尾崎真由美ちょっと後頭部にダメージがあるのか、髪の毛を掴んでロープに振って後ろ回し蹴りはクリアしていって左の膝に対して、そしてまた筋に対して膝靭帯を固めていこうというところなんでしょうか。トリプルメインイベントその第1試合というふうに位置づけされています。今日のこの60分一本勝負、北斗晶対そして尾崎真由美、一ノ瀬さん、はい、早速ですがトリプルメインイベントのこの第1試合ちょっと見どころをお願いします。まあ、トリプルメインイベントの第1試合ということなんですけれども、はい、まあ、実質的にはですね、ファンの皆さんの関心度から言うと、はい、この本日の6試合の中でですね、はい、もう関心度から言うとやっぱり一番だと思うんですよ、はい、ですからその辺の北斗晶の世界をですね、JRP が乗っ取られてしまうのかどうか、逆に尾崎がですねそこで踏ん張って、JRP イズムというものをですね、見せつけられるのかどうか、まあ、簡単に言うとここがやっぱり最大のポイントだと思うんですよね。まあ、実は私今日この横浜文化体育館に入りまして、ちょっと早い時間にこの北斗晶という選手、まあ、その選手を個人的なインタビューを申し込みまして話を聞きました。今リング内では
生音で私どものこの周波節話マイクで音が伝わってきたのではないかと思いますが、お互いゴツンゴツンというヘッドバットの応酬、膝を突き合わせて尾崎と北斗晶がお互いの頭をぶつけ合っている、まさにデンジャラスクイーン、ピュアハートとそしてデンジャラスなハートがミックスオーバーしている今日のこのサンダークリーンバトリン横浜2、ピュアハート meets the dangerous queen。 まあ一ノ瀬さん、北斗の場合はとにかく私何度も申し上げますが、この JWP のピュアハートというこの言葉、このイデオロギーを真っ向から否定しているわけですよね、はい、戦いに綺麗事があってなるものか、はい、強い者が弱い者を任す、これが戦いの原点であり、そして自分の生きる哲学なんだということを彼女は切々と語ってくれました、はい。まあ、先ほどですね、山本代表がですね、はい、JWP はファンと一緒に、ある団体だというふうに言ったんですけれども、はい、まさしくですね、北斗選手は、まあ、そういう部分がですね、なんとなくやっぱり気に入らない部分あると思うんですよね、はい。まあ、ファンと一緒というのは、まあ、もちろんそれはファンアップのプロレス団体ですからそれは構わないんですけれども、はい、やっぱり最終的に戦うのはレスラー個人であって、なんていうんですかね、そういうレスラー JWP のレスラーはまあ割と一丸というか一団結のムードが強いですよね、はい。まあ、その上にファンもまあ乗っかっていると、まあ、そういう意味でそのみんな一緒というですね、はい、なんかそういう割と北斗選手に言わせるとそこがまあぬるま湯といったら失礼に当たりますけれども、はい、そういったなんていうんですかね、優しい部分が感じられて北斗選手はやっぱり生理的に嫌なんじゃないですかね。なるほど、まあそういったいわゆるデンジャラスな北斗イズムを果たしてこのピュアハートの尾崎真由美が、そして JWP というマット団体自体がどう受け止めて今日のこの試合トリプルメインイベント第1試合を展開していくのか、まさにその哲学がぶつかり合う、イデオロギーがぶつかり合う今日のトリプルメインイベント第1試合であります。まあ、北斗晶の格闘技人生、プロレス人生を紐解きますと、もう来年で10年を数えるわけですよね、一之瀬さん。そうですね。その中で、はい、まあ、彼女が一番のターニングポイントとして挙げるのは、やはりあいつと試合をしなかったらこういう自分にはならなかったという、そのあいつとはもちろん皆さんもご存知のようにこのカンドリとの戦い絵巻、はい、カンドリという選手と出会ったいわゆる北斗晶、これは人生を変えたとも彼女は言ってるわけなんですけれどもね、はい。まあ、その北斗カンドリというのがですね、はい、今女子プロ界の柱というかですね、はい、一つあるわけですけれども、はい、まあ、今日尾崎選手は北斗選手と戦ってるんですけれども、はい、ある意味でその北斗カンドリというものとやっぱり戦いもあると思うんですよね、まあ、どうせやるからには、はい、やはりそのインパクトの上でですね、はい、その北斗カンドリを上回るものを残せなければ、まあ、今日わざわざ今日北斗選手を指名して来てもらった甲斐がやっぱりないと思いますしね。なるほど。まあ、尾崎選手がそこまで考えてやっていれば、はい、何かしらの突破口は戦っていく中で開けていくと思うんですけれども、まあ、尾崎は一部マスコミに対してはカンドリとの試合でもし負けたならば、北斗が辞めるんじゃないか、レスラーを引退するんじゃないか、そうなってくると私は戦いたいレスラーの一人だけに困るんで山本代表と直談判に行ったというそういう経緯もあります、はい。まあ、しかし一方のこの北斗晶の方なんですが、マスコミそしてまた今日の私が個人的なインタビューを申し込んだ中でもはっきりと言えるのは、他団体は今日で3つ目なんですと、 FMW そして風間るみとの紙切りマッチ、そして今回のこの JWP と、 JWP というマットは私は登ったことがない、上がったことがないんで、ただそれだけで上がってるだけですと、挑戦状を、まあ、たまたま尾崎からもらったんで、それを要するに足毛にして出ないというわけにはいかない、卑怯者北斗晶という異名は取りたくない、そういう噂は立てられたくないという、ただそれだけのフランクな気持ちで上がってるんだというふうに言ってるんですよね。まあ、今のところそういった意味でですね、はい、JWP に対して思い入れは残念ながら北斗選手やっぱりないと思いますからね、はい。まあ、そこを一ノ瀬さんがおっしゃるように、どう尾崎がピュアハートピュアレスリングというものを静かで、そしてまた会う時には激しいレスリングであるということを北斗に少しでも
植え付けることができるのかどうか、そこがポイントになる今日のこのトリプルメインイベント第1試合であります。時間は7分25秒を経過しています。まあ、戦前の予想で一ノ瀬さん、尾崎はこの話の間にもやはり北斗が痛めている膝に対して、人体に対しての攻撃、これがピンポイントになってますね。ブレンバスターを放ってそのまま体を預けて抑え込み、カウント2で返していった北斗晶。とにかく尾崎にとってみると待望のこのカード、北斗の特徴にとってみるとこの12月に向けてカンドリとの大事な試合が組まれている、その前哨戦というか、ニールキックを放っていった、思いっきりスイングをしたニールキック、いくぞという右手の拳を高らかと振り上げた北斗が尾崎を振って、もう一回カウント2で返していった尾崎真由美、痛めている左の肘を軸足にして270度回転するという、いやまさに ピュアハート、ピュアレスリング。一方迎え入れるのは北斗晶、デンジャラスクイーン。場内からは尾崎コール、尾崎の苦しそうな表情をカメラが捉えている。ちょっと動きが取れない状態になっている尾崎真由美、両足をフックされて、そしてフェイスロックを体勢からもう一回それを解きほぐして足をきっちりと決め込んでいる北斗晶。苦しそうな尾崎真由美、もう少しでロープエスケープであります。場内10分経過のアナウンス、攻め込んでいるのは北斗、セカンドロープから反転して体を当てていった、スイングしての DDT、 ちょっとこれは額あたりに来たのか、場外に落とし込んでいく、本部席の前、記者席の前であります。さあそこでセカンドロープ、トップロープから尾崎がどうする、旋回して、おっと先頭を放っていったのか、ちょうどセーフティーマットと、そして本部席の前に張り巡された鉄柵のところが北斗の背中に当たったようであります。スイングしてパワーボムですね、投げっぱなしの状態でしたかね、はい、今とにかく尾崎が場外戦を挑んでいち早くリング内に戻っている。トリプルメインイベント第1試合、北斗対尾崎真由美、腰とそして背中をちょっと痛打したか、パワーボムの状態で投げっぱなしで尾崎がセーフティーマットに北斗を投げっぱなし状態。まだ北斗はマットで背中越しで表情がうかがい知ることができません。呼吸を整えているのか、リング内では大きくリングを旋回している尾崎真由美であります。かなりのダメージがあるのか、それとも自ら呼吸を整えているのか、北斗晶、この辺は一ノ瀬さん、はい、どう読んだらいいでしょうか、北斗のこの表情なんですが、かなりこれはまあ、胸がですね、はい、硬い床、マットがあるといえですね、はい、硬い床の上ですから、はい、胸がやっぱりかなり詰まったようですね、はい、これはよく
レスラーが胸が詰まるというか、呼吸が苦しくなるという状況が今北斗に訪れたということなんでしょうか。ニュートラルコーナートップロープからナダル式のブレンバスターに行くのか。もう一発だ。ちょっと苦しそうな北斗、危ないぞ。カウントはカウント2で返していった北斗晶。スイングして、これはちょっと勢い余ったという感じか。もう一回スイングして、パワーボムの投げっぱなし、サンダーファイヤーパワーボム。尾崎が攻め込んでいる、尾崎が攻め込んでいる。さあここで一転して北斗が相手の呼吸を伺っていたのか。もう一回ボディスラム、そしてニュートラルコーナーから旋回式か、それともムーンサルトか。これは待っていたのは北斗晶の剣山であります。これは逆に一転して尾崎真由美が苦しい、苦しい展開になった尾崎。さあスイングしてパワーボムを放っていく、一発放っておいて、そしてニュートラルコーナーから北斗が飛ぶのか。北斗が相手の尾崎を見据えて一発飛んでいった。ミサイルキックをちょうどリングのほぼ中央で放っていく、フィットさせていった。危ない危ない危ない、尾崎真由美危ないぞ。カウント2でかろうじて返していく。尾崎をもう一発肩越しに、おっと場外に投げ込んでいく。さあそして背後から青のトップロープからブルーのトップロープからぐるっと反転して、今一ノ瀬さん、まあ、トペコンヒーロー、トペコンヒーローですね、はい、北斗晶がよく見せますトペコンヒーロー。まあ、そういえば一ノ瀬さんに今ふと私インタビューの中で思い出したんですが、今日のこの JWP のロープの位置、そして場外に張り巡されているこの鉄柵の位置、これを入念にチェックしていました。マットの硬さ、そしてロープの高さ、そして場外のこのフェンスはどこに位置しているのか、それだけしか気になりませんというふうに言っていた北斗晶。まあ往々にしてですね、はい、まあ、フェンスに足をぶつけたりとかですね、はい、そういった形で怪我することありますので、はい、そういうことしか私は気になりませんよという、まさに12月に向かってカンドリとの試合が控えているのに、こんな尾崎との試合で時間を潰している暇はないという、私どもの放送席の前で苦しそうな、苦しそうな尾崎真由美、立って歩くことすら容易でないという感じ。エプロンサイドから待ち受けている北斗晶、ここでフィニッシュホールドになだれ込んでいくのか。赤のトップロープからナダル式でブレスバスターを放っていく。危ないぞ危ない、カウント2で、カウント2でクリアしていった尾崎が今度は一瞬の隙をついて、裏アキレス腱か膝靭帯か、膝ですね、膝ですね、膝靭帯固め、まさにこれは効果的面、値千金の膝靭帯固め。苦しいのは北斗晶、苦しいのは北斗晶、苦しいぞ北斗。ロープエスケープであります、ロープエスケープであります。まさに北斗晶、左の膝は爆弾であります。もう一発ここでスイングしてパワーボムの体勢か、ここでもう一回、危ない危ない、カウント2であります、カウント2であります。北斗が後頭部を押さえている。さあここで尾崎が畳み込んでいけるのか。ロープにリバースで振っていったのは北斗だ。逆にここで首を掴んで投げていったのは尾崎であります。カウント2、カウント2、尾
尾崎が相手の動きをよく見ていた、北斗の動きをよく見ていた返し技であります。右足で蹴りを豪快に一発に返していく北斗晶、もう一発判定した、あった、危ない危ない危ない、 B級パワーボムか、デンジャラスパワーボムなのか。一ノ瀬さん、ノーザンライト行くぞという、ノーザンライト行くぞという、さあここで変形のタイガースープレックスを、かノ瀬さん、はい、今のスープレックスホールドどうでしょうか。まあ、かなりいい角度で決まりましたよね。はい、トップロープから、これは見ていた、これは見ていた、北斗がそのまま後方に投げを打っていく。いや、まさにここで首を掴んで回転させていった、まさにノーザンライト、ノーザンライトボムであります。ノーザンライトボムがこの横浜東京ドーム、この北斗の勇姿が見られるということでね、ファンも大歓声で今コールを見送ったわけですけれども、対するはイーグル沢井、 V トップウーマン、日本選手権トーナメント1回戦、これはある意味では1回戦のねカードの中では最も注目度が高いと言ってもいいでしょう。まあ、北斗絡みだったら何だって注目度高いですよね、はい、そうですね。さあイーグルと北斗、まずまさに異次元遭遇、あっといきなりサンダーファイヤーパワーボロ行くのか、なんとなんと、うわーすごい、あーすごい、ものすごい、あっと危ない危ない、北斗危ない、うわこれはすごい、いやいやいや、いや今ホール取られてもおかしくなかったですね、驚きましたよ。やっぱりイーグル選手の全く侮れないところがありますよね。まあ北斗がね、まあ、今まで一番効いた技はこのイーグルのサンダーファイアパワーボーナーっていうね、まあ、発言を受けての何かいきなりのこの必殺技の披露だったような、そんな感じもいたしますけれども、北斗晶が、あの北斗晶が度肝を抜かれたような感じであります。今ちょっと危ないような落ち方しましたけど大丈夫でしょうか。東京ドーム大観衆からブーイングの洗礼でありますイーグル沢井。南選手、このイーグルとは何度かやってますよね。タッグ、かなりタッグではかなり当たってますよね、はい、シングルは一回もありません。あ、そうですか、はい、もうやっぱりパワーでグイグイ押しまくってるって、アジャとかああいうブレイクが一番ですね。あ、また LLPW といえばとりあえずね、普通みんなカントリーってことになりますよね、うん、はい、ただ今回はもうカントリー選手を破ってトーナメント出てきたわけですから、はいはい、代表選手ですからね、はい、いかない、やっぱり今ねイーグルちょっと違うぞって感じがしますね、うん、今日は、ええ、さあパワーありますからね、ここへ来て、やっぱり、何か北斗に全く技をさせないというね、ああ流れ式なんでしょう。喉は裏投げか、うわすごい、超ド迫力、何もかもが超ド迫力、まあ、今日ちょっと違いますね、すごいですね、すごいですよ、いやいや何かどの技でもフォール取れそうですよね、まあ先ほどからドーム級ドーム級という話ありましたけども、これぞドーム級って感じのレスラーですね。北斗晶の特徴というのは体に全く無駄な肉がついてないところですよね、はい、でイグ選手の特徴というのはとにかく巨体ってことですよね、はいはい、やっぱり相手食らったら、うん、ええ、いや一番危なかったのはゴング直後のあれじゃないですか、サンダーファイアパルダ、ね、あれも危なかったし、今のも危なかったし、危ないだらけですね。うん、やはりこう巨漢レスだったな、これ特にこういうねビッグアリーナではやたらと映えますね、映えますね、うん、また今日なんか水着の色すごいじゃないですか、はい、いやそれにしても序盤戦から勝負に出ていったイーグル沢井、まあ本人その周囲があまりにこうカンドリに期待してた分もあってね、
そうですね、何クソって気持ちはかなり本人の中でもね、今日なんかは LL イコールタンドリというイメージを、はい、壊すっていうんですか、イーグル騒いここにありっていうのを見せつけるチャンスではあるはずなんですよね。ですよね、はい、イーグルが徹底的に北斗を攻めまくっている。ああバックブリーカーですか、これはすごい、とにかくこれ北斗タジタジですよ、ここまで、まあ、これで逆に目が覚めてくるといいですけど ね、まあ、メキシコではね何度か試合をこなしているとはいえ、まあとにかくこのジャパニーズスタイルではほとんど試合をしていないわけですから、まあ指し物北斗といえどもやはり若干のブランクというのはあるんでしょう。でもそのぐらいで生まってたら実況しますよ、なるほど、だってもともとそういうスタイルじゃなくて気合でやる人じゃないですか。なるほどね、レオッカーキロという、はい、レスラーというか人間はっていう感じですから。さあリング中央逆肩エビ固め、北斗苦しいぞ、北斗苦しいぞ、東京ドームに北斗晶が名乗りを上げ、そして今もうあと数えるほどしかないこの北斗の試合ですから、固唾を飲んで大観衆が見守ってるわけであります。一体どんなレスリングをこの後披露してくれるのか。あっという間に5分が経過して、こういうものでも来ますか、コーナー取り混ぜてのねあの巨体からくるっとスモールパッケージ、フォール取りに来てますからね、イーグル選手完全に。いやいや、しかしこのここまでのこのイーグルの勢いってのはまさかまさかのコーナープレス、ああ危ない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 、いやいや危なかった、よし行こうっていうんですね。ああ北斗よみがえったか、よくも散々やってくれたなという表情が顔全体からありありとしてきました。巨体にスピンキック、相変わらず切れ味鋭いスピンキック。さあもう一発か、もう一発いった、顔面直撃、割とブロックしてますからねイーグル選手の方は、はい、いやしかし北斗のスピンキック見るのも久しぶりですね。そうですね、さあこの手拍子、序盤戦の技なんですよね、手拍子、あプランチャー、ははプランチャーできましたか、まともに受け止めたイーグル。南さん、ここまでの北斗の動きどうですか。どうでしょう、勝ってほしいと思うんですけど、うん、やっぱり大きい人どろいですからね、まあ、周りがね、はい、一番ちっちゃいから、はい、ちょっと見てる面にはかわいそうだなっていうのがあるんですけど、あまあでもね、北斗にそんな情けは無用だ、そうですね、あとここで負けちゃったらもう悪いですからね、はい、いやいや、まあもう髪の毛の、髪の毛の引っ張り方が尋常じゃないっていうかね、ねじってから引っ張ってます、嫌がってもなんでも本当に、なんかもう強引に髪の毛引っ掴んで何を やるんでしょうか。腕をなだれ式の、お腕を何でしょうか、何でしょうか、とにかく座らせるってことですね、まあとにかく巨体ですのでね、さすがの北斗も巨体を持て余しますね。トップロープから相当強引ですよね、もう強引に持っていく、あ危ない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 、あやはりねこの巨体をトップロープまでこれ上げるのもこれ大変ですから、刺し物北斗もちょっと、はい、巨体に手を余しているようなそんな感じであります。うわすごい、すごいですよね今なんかも、何ですか今のは、ミサイルキックって言ってトマックのあたりにね、今北斗の体がぶちゃって感じでしたよ、あれがって言っちゃ失礼ですけど、あの巨体で飛んできましたら相当何やっても殺人技という形になるんじゃないですか、あ危ない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 ぞ、あなななんと、ああそれでも北斗の今度膝も今のでいかれちゃいましたよ、先ほどね一度失敗してまた同じ技をかけたってところがややね疑問なるほどね残りますよね。あ北斗ちょっと今膝を痛めて大丈夫か、
うわ、軽々と1回転。北斗1回戦から苦しい、1回戦から苦しい戦いを強いられています。もうこの北斗晶の試合は今の先頭食らったらもう胃が飛び出ちゃいますよね。おお、バックに回って、あーさすがじゃーという感じですね。巨漢イーグルを持ち上げることはできないか北斗晶。ひょっとするとこうやってイーグル選手と戦うことによって、はい、現在の北斗のなんていうのコンディションが分かるんじゃないですか。うわ投げた、ブリッジしている、あカウントワン。いやしかしよく投げましたね。意地じゃないですか、1回失敗したら絶対にやってやるっていうか。さあミサイルキックだ。先ほどのお返しとばかりにはお腹のあたりに決めていった。さあカウント、以前は北斗選手のミサイルキックはもっと飛距離あったんですよ。ああ、お、さあ一刀両断か、殿下の宝刀をここで出すのか、危ない危ない、あースモールパッケージ、うん、今度は背中に回って、あ脇固めですか、脇固めだ、神取忍直伝の脇固め。この巨体に乗られては差し物北斗もちょっとロープブレイカー難しいか。苦しいぞ苦しいぞ。10分経過10分経過。いやーよもやの苦戦を強いられています北斗晶。大苦戦ですよね。うわ、これはお客さんを敵に回してますね。サンダーファイヤーパワーバムか、あ後ろにうまく回った、あうわすごい、今のはリバースの DDT だったんですけれども、もう何せ巨漢なんでね、反対側に落とす技、はい、あるんですよねこの北斗選手、はい、おっとノーザンライトボム、いきなり出してきた、お返しましたね、ノーザンライトボムを返したイーグル沢井恐るべし。 あーっとスモールパッケージ、あー危ない危ない危ないですね。いやいやいや、北斗ノーザンライトボム返されましたけどびっくりした、あーもう一回、うわすごい、これはね、巨漢が逆に穴になってカウント3。いやー、順位の6、1回戦通過したって感じですよね。片指固め、北斗晶選手の勝ちでございます。